ダッシュでいこうぜ。どうも武田でございます。刻んでいこうぜ耳からへその。どうもこんにちは、タムジョーと申します。よろしくお願いします。やっていきましょう。周辺にタイトルコール言ってもらえないんだけど、48時間後にヨシキ 5000m つらせる保険作りたいんだな。これどうしてもどうしよう、保険が欲しいんだ。すいません、タイトルコールお願いします。その前にタムジョーじゃなくて大丈夫。ああ、そっか。一応なんか結構定番ですもんね。そんなことないよ。あ、そうですか。そんなことない。今日はヨシキさんの協力ということでこちら来たんですけど、今日なんかヨシキさんがチャレンジするということで、今からヨシキさんが保険を発表するんです。そうです、保険の発表です。はい、ヨシキハーフマラソン終了48時間後に 5000mTT やらせてみたということで、その 5000m 走る上に今日タムとこちらの達也スタジオが、おお、達也スタジオも有名プロカメラマンの二人の協力の、さあ、あとあ、お前もいたか。いや言わなくていいよ。え、言って何のアカウントも持ってないでしょ。持ってないでしょ。お前どうせまだグリーしかやってないでしょ。グリー、いや、いつの時代ですか。グリーとミクシーしかやってないでしょ。おばけパスだな。俺は全略。俺は全略。みんなが協力してくれる中でヨシキ 5000mTT やるんですけれども、はい、まあ今ね絶好調だねってこうみんなから言われててね。そうですね、コメント欄も湧いてますよ。湧いてますって自分っていうことだよ。これで滑ったらやばいよ。やばいな。絶好調のヨシキさんですけども、今日どのぐらいターゲットタイムですか。まあ、ある程度目標を持って走ると思う。確かに走れば自己ベスト。お、15分台狙ってみた。とうとうだよそれ。もうとうとう15分出すの。そうだよ、今日出すかもしれません。調子いいからだけっていうわけでもなく、ここで 10kmTT した時にラスト5キロを16分いくつ出すんだけど、16分21ぐらいでで行ったんだもんね。15分いけるんじゃないのっていう話であると。そうです。いやでも実際のところ3分10ぐらいじゃないですか平均。はい、結構僕も緊張してます。行けるってなんか行きましょうよみたいな感じで、行けるペースじゃないかもしれない。それぐらいヨシキさんが成長してきてるということですよね。いや、髪の毛がね。というところで、はい、早速、はい、発表終了させて、はい、やっていこうと。ということでヨシキさんの 5000m 早速やっていきまーす。そう。あ、逆だった。あー、ミス。これじゃないっけ。あ、これ誰もやったことないです。ダッシュで行こうぜ。走るところ、場所を、説明してると思います。あっちやばいっす。え、ザリガニいました。ザリガニ本当にいましたよね、ザリガニ。ガチちょっとあ、腕なくね。ないね、一本かわいいんだけど、威嚇してる。トゥン、トゥン、トゥン。いや、ここ危ないから俺が移動させてやるよ。危ないですもんね。よいしょ。あっ、流せない。あ、なんか喜んでそう。水頑張っていきろよ。準備 OK？ いつもしゃ頑張りました。よくわかりません。よくわかりませんだって。すいませんでした。3、2、1、スタート。いけー、始まりました。さあ、前もね、岩根レイヤさんの時と同じような場所、ここを下りながら行きたいと思います。さあ、最初はね、多少遅くてもいいんで溜めていきましょう、溜めて。打ち上がらないように溜めていきましょう。余裕を持って、余裕を持っていきましょう。もう最悪だこれ。余裕持っていこう、余裕持って。さあ、風はね、ほぼ無風でございます。ほぼ無風、ちょっと若干向かってるかなっていう印象はなんとなくあります。まあでもね、タムジョーが前にいて、よしきに風が当たらないような状況を作ってくれてます。ありがたいね。そうそうそう、溜めてこ、溜めてこ。そこまで気になんない。はい、 OKOK。 1キロ、早っ。あ、下りで7ですね。3分7で入ってきました。だいぶいいですか。うん、
はい、開いた。集中しよう、集中。集中して、集中。集中して。よしき。集中して。上げるんだよ、こっから。はい、変えていこう、変えていこう。集中してて5キロ行こう、まず。もう、やる。始まってるから。集中しよう、集中。そう。動きはいいから。うん、風もないし、いいよ。そう。上半身だけ踏んないんだな、上半身だけ。それだけ。そうそう、動き乱れちゃうから。はい、そう。はい。いいよ。力ついてるのか、信じて、最後まで。いいよ。はい、いいぞ、上がってきたぞ。いいぞ。つけてちゃんと。そう。上げんだからな、ここから。そんな感じかな。そう。いいね。いいよ。うん、ペースが上がってきてる。明らかに。いいぞ。いいよ。いいぞ。マジいいよ。リズム。戻ってきた。22ペース。よし。さあ、耐えるぞ、よしき。大丈夫。ああ、いいぞ、いい粘り見せてる。いいぞ。はい、ランク。よっしゃ。よく戻した。よっしゃ、ラスト行くぞ。ここだぞ。お前のいいとこ見せよ、ここで。ここで上げれば最高だ。いい練習になってる。行くぞ。そう。ラストしっかり行くぞ。集中しろ。よし、いいぞ。大丈夫。集中しろ。うん、マジです。来るに繋がるぞ、これは。うん。いいぞ。集中。いける。うん、そう。出せ。我慢して出せ。そう、欲張ろう。ここ欲張ろう。すぐ終わるぞ。もうすぐ終わるぞ。そう、タムジョ離れてきて、それ。いけ。詰めろ。この差を詰めろ。タムジョの尻ちゃんと追って。そう。うん。いいよ。いける。テニスが明らかに上がってるぞ。いいぞ。上がってる。集中しろ。もうちょっとだ。そうだ。振り切れ。ラスト行くぞ。そう。気にしなくていい。いけ。頑張れ。よしき。ラスト。ほら。行くぞ。行け。ラスト。ああ、20。20切るぞ。切れる、お前の力で切れるんだから。いけ、攻めろ。
振り切るだけだぞ。よし、はいはい。さあ、彼女も前で、3分20。はい、6400。一周、さあ行くぞ。ここは開けないぞ、お前もう開けろしねえぞ。達也先生ありがとう。ラストだぞ、行け。そう、ここ行け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 、よし行け。大丈夫大丈夫大丈夫、いいぞ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 。そう、3分長く入ってここまで耐えてんだぞ。収穫ならラスト出すじゃん、もっと、うん、そう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 、そうだよ、もっといける、もっといける。削れ削れ削れ、ラストいけ、削れ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 。いや、よく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 粘った、よく粘った。ラストここだ、ここだけ、ここだけ、ここだけ行こう。もう一度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 行こう、もう一度行こう、行こう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 、ラスト行こう、ラスト行こう、ラスト行くぞ。ラストラスト60、60、いけ、振り切れ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 。ナイス、いいね。いや、よくやったよくやった、ナイス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 。いや、よく立てました、よく立てました。えらい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 。歩いて呼吸整えましょう。ダッシュで行こうぜ。最初の100ぐらいが下りだったので、向かい風だったんで、最初の1キロはちょっとペース感覚つかむのがそれちょっと難しくて、3分7ぐらいで入っちゃったんですけど、その次の1キロからちょっと合わせていこうかなと思ったので。なるほどね。でも一昨日にハーフマラソンやって中だったとしたら上出来だと思います。上出来だね。ハーフマラソン大体5日ぐらいは疲労溜まっちゃうんで、最高1週間ぐらいは疲労結構くるんで、しかもベストで走られたということで、その中での疲労でこれだけできたら全然バッチリだと思いますし、マラソンに向けて調整していけば2時間48分は全然いけると思います、ね、余裕。だってこのペースでよしきさんがちょっとなんか離れちゃってダメじゃんみたいな思う人いると思うんですけど、全然3分20ですから全然全然大丈夫。実は3分20、遅くなったとしても3分20なので刺激入れててまだ全然大丈夫ですよ。ありがとう。いや、ナイスランでした。うん、やっぱ自分が思ってる以上にダメージが来てたみたいだな。ハーフはすごいちょっとなんか見えない疲れが来るというか、体もはーきついってなるけど、それ以上になんか体の芯のなんか中に疲れが溜まってるんで、走ると予想以上にあ、きついなっていうのが動かないってなるんだよね。走ると分かるって感じですね、うんうん、ちょっと待ってね、ダメージを。あー、これまずいな。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。